はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけで今回も ゴートイーターリザレクションの授業やっていきたいと思います。で、今やっと夜の9時になったので開きました。はい、僕の部屋は毎週日曜日夜9時から、実況生録画となっております。はい、ユキとん、あなた方は誰ですか、どっちですか。で、ねえ、トモはわかるんだけどね、トモはわかるんだけどねえ、あれユキさんだっけ。よろしく、よろしく、よろしくね、うん、よろしくね。ね、もうこっから撮っちゃってるからね、もうこっから撮っちゃってるから。はい、まあみんな見てて分かったと思うけど、部屋を建てて3秒くらいで多分前になったと思うんですよね。はい、本当にパスワード打ってますかと本当にあなた方はパスワードを打ってるんですかと聞きたいほどですね。で、どっちが銀さん、これ銀さんだよね、どっちかね。ペイさんお久しぶりです。ん、ど、ん、ユキさん、ん、ん、いや名前が似てるんだ、あの ID を覚えなきゃキリがないんだけど、ケイさん、おひさです、知らないけどおひで、おひさ、ういっあれやばいよ、やばいよ、ストーリーめっちゃ、あ、うん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 、うん、ね、この人ちょっと廃人っぽいね。うん、ユキナってユキナユキナ、まあいいや、名前で呼べばいいよな、その名前でな。はい、で、ユキとで、いいよな。じゃあ俺はもう、こんなから入ってきたらもうそうやって呼ぶからな、その名前で呼ぶからね、銀さんとかユキさんとかそういうんじゃなくてそうやって呼ぶからな、まあ、おう、もう知らねえからな行くよ、できればね、名前、あ、また始める前に、よし、じゃあ行くかってな。よし、んじゃあ行くべさな。まあこんな適当な人だけど、まあ何回も出演すれば覚えるから。うん、あの一回きりとかだったらウェーイってなるはーい、おーおおいーなんだよ、ちゃんとしたいい返事だなと思ったらいいっていきながり、きやがって、この野郎俺大体読むからさ、あのリスナーさんとかファンの方とか、あのゲストの方とか入ってきてたら全然無茶ぶり言って構いません。ええ、読みますあの下ネタでも何でも読んだるよ。うん、はい、いやね、なんだろう、これがケイちゃんクオリティ自分でちゃん付けするの気持ち悪いっすなはい、まあね、そんなことならね、まあなんでここから始めたかっていうと、まだ僕の部屋を本当に建ててるのかってなんか怪しんでいる方もね、まあ多々いられるかなと思いまして、本当に建ててるんだよっていう風に、今これ日曜日の夜9時ぴったりに今さっき部屋を建てました。はい、探す方はセレクトボタンを連打しながら、いろんなミッションっていう風にやって、パスワードありっていう風に調べると出るんじゃない。うん、でも出たところでパスワードは4444押さなきゃまず入れないから結構厳しいはず。うん、みんなあれだね、 PS ビータかな、よいしょ、 PS4 早いからね。うん、さあ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 進めて、ちょっと、ちょい、はい、あ、みんな言わなきゃ、みんな、みんなムービーにはお付き合いくださいね。ね、初見の方も見てるだろうからね。はい、どこだっけ、まあ、いや、どっかに呼ばれてたんだよ、どっかしらに呼ばれてたんだよな。どこだっけどこに呼ばれてんだ、ここでいいのか、違う、今は違うね、了解です。まあ話を聞けよって話だけどね、もう出ちゃったからさ、俺もう戻んのめんどくせんだわあ、合ってた、やったあ、たまごっちか。最近の君の活躍は目を見張るものがある。ありがとう。この短い間にチームを束ねるほどの存在になるとは。おう、新型の面目役所といったところだな。まあな。さて、知っているかもしれないが、うん、エイジス計画がそろそろ最終段階に入りつつある。おう、荒神の脅威から我々を守り、人類を新たな未来に導く箱舟。おう、それがやがて完成を迎える。
実に喜ばしいことだ。それは喜ばしい、よろしい。もう少しだ。あとしばらく君たちの力を貸してくれ。レンタル料金かかりますよ。来客だ。申し訳ないが、続きは後日にしよう。分かったよ。ともかく君たちのさらなる働きに期待しているよ。お、見てろ。以上だ。あいあいさん、下がりたまえ。あい、あばよ、セニョリータ。あ、ジュース。君は好奇心旺盛な方かな。まあね、特に女性のスカートの中は気になるよね。おっとおっと、榊先輩ポロリしてったぞ。ふーん、なるほど、サービスタイムね。いや、誰かと思えばペイラー。ヨハン、あの子も飼い犬にしようというのかい。何のことかな。それよりお願いしていた例の件だが、その後報告を受けていないね。ああ、得意点のことかい。すまないが、まだ手がかりはない。そうか。あれは計画の要だ。引き続き頼む。君は君で探させているようじゃないか。そっちの方はどうなんだい。やはり相馬だけではままならないといったところだ。それであの子も手駒に引き込もうとしていたというわけだね。少しは言い方を考えてほしいな、博士。君はいつも通り観察に徹していてくれればいい。ああ、私にとって森羅万象は観察の対象さ。だからこそ興味深い観察対象を無駄にしてほしくないわけだ。ご忠告ありがとう、スターゲイザー。これからも我々がなすことを見守っていてくれたまえ。改めて見ると、さて、おっと、どちらについてくれるかな、新米リーダー君。俺はどこにも所属しません。はい、フリーです。はいね、いきなりみっともないね、顔面を壁に押し付けて感じで始まりましたけどね。はい、とりあえずミッション、まあこれで出たでしょう。みんなお付き合いいただき誠にありがとうございます。出てない出てない。え、はい、かかりそうで、はい、ゆっくり、え、じゃちょっと待ってね、ちょっとみんな、ちょっとクタやな、ちょっと待っててね。ちょっと待ってて、すぐ行ってくる。ベテラン。多分ここかな、ここが俺に近いな、ポチッとな。で何するの。あ、なんか調べんの。ああ、そうだね、だよね。麻酔効いてないの。おい、こっち手伝え。やはり生体への変色因子組み込みは難度が高いわね。こんなのあったっけ。投与してもアポトーシスが誘導されづらいようだね。やはり胎児段階の投与が一番確実じゃないかな。覚えてないわ。少なくともラットでは成功している。どちらにせよ人体での臨床試験が必要な段階だろう。原理がわからないものをわからないまま使うアプローチ全てを否定するわけじゃないけど、 P73 変色因子の解明は始まったばかり。少なくとも今行うのはいかがなものかと。1日10万人近くが荒髪によって捕食されている状況で、そんな悠長なことは言ってられないだろう。君がペッテンコーファーのように自分で試すのかい。ああ、それが合理的であれば試すさ。ヨハネス、私たちの子供に投与しましょう。本気か。いくら君の発案だからといって、私たちの子供を。誰かが渡らなければいけない橋よ。それならば私たちが。
合理的だけど賛成しかねるね。生まれてくる子供たちに滅びゆく世界を見せるつもりはないわ。私は支持しよう。両親ともに賛同かな。説得の余地はなさそうだね。ならば私は降ろさせてもらう。君たちとは方法論が違いすぎる。榊、私はどこまでもスターゲイザー、星の観察者なんだ。君たちの重大な選択に介入するつもりはないよ。私は私の方法で変色因子の研究を続ける。またどこかで交わることもあるだろう。それじゃ失礼。いやー、痰が詰まる。気分はどうだ？最悪です。体調もいいし、早く生まれてきてね。分かったよ。榊は？安産のお守りが送られてきたが、音信不通のままだ。そう、私たちが計画を強行したのをまだ怒って。今は考えるな。体に触るぞ。バカなこと。そのお守りはあなたが持っていてちょうだい。明日はよろしくね。なんてな。やあペイラー、久しぶりだね。あの忌まわしい事件の後、君もご存知の通り、マーナガルム計画は事実上凍結された。あの事故で生き残ったのは、生まれながらにして変色因子を持ったソーマと、君からもらった安産のお守りを持っていた私だけだ。君が作ったあのお守りの技術が、今や人類を荒神から守る対荒神装甲壁になるとは。科学者として君にはかなわないと痛感したよ。おそらく君はこうなることを予見していたのだろう。安心してくれ。君を責めるためにこのメールを送っているわけではない。近々私はフェンリル極東支部の支部長に任命される。ならもうちょいカメラ目線にしろ。再び君の力を貸してほしい。報酬は研究のための十分な費用と、人気使いゴッドイーターにまつわる全ての開発統括だ。そうだ、君に息子を紹介していなかった。まあそういうわけで近々挨拶に行くよ。それでは失礼。ペチン。まさか中身は見てないよね。だってさ、みんなごめんね、こんなテンションで。こうでもしなきゃさね、みんなちょっと暇かなっていうね。バトルシーンが見たいんだろうけどね。まあね、ごめんね、お待たせしました。申し訳ございませんでした。すいません、本当にこんなね、ね、20分近く待ったんじゃないんでしょうか。すいません本当に。で、たまごっちどれたまごっち。チャット履歴見た方が早いんだろうけど、ジャキーン、青色いいじゃねえか、素晴らしいじゃねえか。タイプだ。タイプだ。うん、素晴らしい、いいよ。パワージャギーウェイ、拍手ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何、もう一人の方は何、どなたあれ違う、それホモじゃね、それホモに向けてじゃない、それ私じゃないんじゃない。さあおいで、さあおいで、私の元においで、おいで。そうそう、ジャギーありがとうございます。ゴッドイーターリザーリクション、初めてのジャギーがこの3名の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、どうも、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、オッケー、ゴーね。あ、ミッションやってね。
グダグダにも程があるだろうってな。よっしゃ行こう。あ、取ってねっつって。こんなやついるか。てかほぼいいセンスしてんな。ヘイさん見せて忘れ。いや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 忘れ、いや忘れてねえし、いや忘れてねえし、いや忘れてねえし、い今のはわざとだし。今のわざとだし。ちょっと笑いを取ろうかなと思って。すいませんね。本気だよ、今の。ガチミスだよ。恥ずかしいな、もう。みんなよ、そんな冷たい目線で。やめろよ。待って。すいません。ガチでミスりました。ガチが勝ちになっちゃった。打ち間違えしてたよ。打ち間違えも知ったよ。よいしょ、もう変化するのやめよう。読みにくいってなるじゃん。よいしょ、取っとくぞ。はい、素晴らしいよ、素晴らしいよ。もっとあなたの、あー、かっこいいシーンを撮ろうと思ったのに。あ、そこにいるの、そこなのに。はい、ほっ、あ、それか。焦る、たっぷり焦る、めちゃ焦って汗べちゃべちゃ、焦る、汗ができすぎて臭い、体に直接ファーボリーズぶっかける、汗がめっちゃ臭い、わしがってくらい臭い、そんなあなたに消臭源頭からかける。締まりがね、いつ終わろうかなと思って終わりを探してたんだけど見つからなかった。これぞ自爆。おいしょ、よいしょ、どこでしょ、おい、ふーてぃ、やっぱりね、前回はね、なんだ、なんかね、一人でカッコつけてましたけどね。いや、仲間がいるって素晴らしいね。怖いものなんてないね、もうね、ほんとに。なんだ今、なんか変な捕食が見えたぞ。なんだ、ネタバレか、まさかネタバレか。まあストーリーはバレてないからいいけど。よいしょ、捕食がそういうのあるんだっていう風に なったよ。なんか出たよね、今。なんか、キツネではない。なんか出たよ。なんだろう。おー、俺も負けねえよ。よいしょ。はい。お、なにそれ、なにそれ。ほぼ、じゃない。赤だからさ。よいしょ。はい。はい。なんか、うちで赤って言ったら結構、なんか印象に残る方多いな。ね。クマさんとかね。お、何それ、かっこいいな。え、何それ、強くね。いきますよ、それで皆さん、もう一緒に。何それ、めっちゃかっこいい。いただきます。はい、おしいです。フムル最高。それ何かっこいいんや。はい、めちゃかっけ。はちゃめちゃはちゃめちゃが押し寄せてくる、くるくるワクワクと、ここ歌手忘れて、ててなんだよ、なんで俺を食うじゃねえ。俺はもう逃げる。俺は退散する貴様らに食われるような人材ではないんだ。人を食いやがって。貴様らは荒神か。皆さんは休憩に入ってください。はい、裏方の仕事は私にお任せを。ふーん、じゃあ全部任せろ、よろしく。うん。やっぱりね、リスナーとこうやって絡んでるの楽しいぜ。お、またか。担当直入に行こう。話とは最後の確認だ。考え直すつもりはないのかい。
計画は最終の段階に近づきつつある。もう止められんよ。そう。じゃあ君にいい知らせだ。民間からのタレコミなんだけど、これまでにない強力なオラクル結合を持ったコアが旧イングランド地域で見つかったらしいんだ。得意点か。それはまだわからないよ。だけどあそこは本部の直轄地域だ。私でもなかなか手が出せなくてね。わかった。しばらくの間ヨーロッパに飛ぶ。留守を預かってもらえるかな。了解。まあいつも通り私は私の研究を続けさせてもらうだけさ。夏いよな。そう、研究の障害は少ない方がいいからね。ポチッと。てかまずたまごっちがどの名前かちょっと知りたい。チャット重いチャットが見たいんだ。たまごっちたまごっちたまごっちってたっけ。ああ黄色いのがたまごっちね。了解。あ、卵の色だね。卵の色だね。さすが。おお、初出演にして、そしてその何、自分のシンボルカラーを守るかのようにね。まさかの黄色。じゃあお前ら赤かい。お前青は俺だけかな。え、おい。緑もいねえじゃねえか。ピンクもいねえじゃねえか。黒も白もいねえじゃ、赤じゃねえかお前ら。赤多いな。これレッドデビルさんどうせして絶対嫉妬するぞこれ。あ、そのうちあとレッドさんが出てきたらねえ、私が赤だって出てくるよ。おー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 、それでいいんだ、それでいいんだ、それでいいんだよ。オッケー、行こう。はいか、はいか、はいか、はい、Here we go! 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 OK ね、OK ね、行って OK! おー、なんか、手を上げようとしたらビクンってなっちゃったじゃん。ね、手を上げようとしたらビクンってなっちゃったじゃん。ね、そういうところでクオリティで押してこないでくれよ。こっちのツッコミが困るんだよ。待ってく、バカ野郎。いやね、聞き取りづらいと思う。うん。でも頑張って聞いて、イヤホンつければなんとなく聞こえるはず。気分はどうだ。最悪だ。うん、体調もいいし、早く生まれてきてね。サカキはマブー。安産のお守りが送られてきたが、マブー。音信不通のままだ。マブー。そう、にゃー。私たちが計画を強行したのをまだ怒って。今は考えるな。体に触るぞ。いや、俺が触るぞ。そのお守りはあなたが持っていてちょうだい。明日はよろしくね。じゃあ今日は俺の番だね。あなたはこの世界に福音をもたらす荒神からみんなを守ってあげて。いや、私が。お前は全ての荒神を滅ぼすために生まれてきた。いいな、あれらをすべて殲滅しろ。生まれるそろそろ生まれる。あ、すごい、どんどん上に行く。あ、すごい、あ、生まれるって。あ、そろそろ生まれちゃう。あ、ね、生まれちゃうよ、生まれちゃうよ、ね、生まれちゃう。あ、早く、はい、M 字開脚しなきゃ。生まれにくいでしょ、早く。あ、お母さん、そろそろ私生まれるって。生まれちゃうよね。ほら、光が差してきた。ほーら、もう、ちょいに生まれるよ。ね、君たちの遠くなんてどうでもいいの。ね、ほら、今生まれるんだよ。今から私は生まれるのね。ほら、私生まれるよ。ね、ほら、光がね、ね、おティンティンにお顔をうずみ込めてね。あ、自分のおティンティンの味、あ、こんな味してたんだね。イカ臭いね、自分のおティンティンってね。あー、もうそろそろ生まれるよ。生まれちゃうよ。あー、てるてる。あー、行くよ。行っちゃう。あー、行く。あー、行く。ダンプー。うわ、ちょっと。びっくりさせないでくださいよ。うなされてたみたいだけど大丈夫？ああ。おお、やけに素直だな。うるさい、黙ってろ。いつも通りだ、大丈夫でしょ。さ、行こうぜ。あいよ。ごめんね、あのムービーぶっ壊して。ムービーぶっ壊してごめんね。うん、
ね、たまにこういうことするからさこういうことしやがるからさ俺はさ今服脱いだわ。え、なんで服脱いだかって、あのさっきの続けたトークのせいでちょっと体が熱くなっちゃったね。うん、今上半身裸こんな実況者いますかって、あらよ、あ、食えてねえじゃん、食えてねえ、ダッセーだ俺、おい、あらよっと、いって、もうダメダメじゃねえか、もうサソリ大嫌い、本当に、もう次サソリでタイムアタックしようかなと思ったんだけど、絶対アレスさんが黙ってないからやめとこうかなと思ってる衝動でございます、どうすればいいですか痛いな、もう、このバカチンガー美味しいな、なかなか久々も美味しいな、歯ごたえがあるじゃねえか、ドゥーシ、ドゥーシ、おい。あらら、そんな、そんな、そんなもうね、クパーンと口開けちゃって、もう、そんなね、M 字開脚だ、ね、こいつ、ね、足が2本、てか4本あるからね、ダブル M 字開脚だね。あ、素晴らしいね、その開脚。うん。その足のライン、すんごくいいよ。スタイル抜群。ね、そこら辺の人より全然細い。ああ、危ない、危ない、危ない。あ、危ないね。ね、上がポーンってなってね、下がキューンってなってね。これこそ、ポン、キューポン、最高だね。これがサソリか。よし、おい。食えてない、食えて、あ、もうそんなあなたのその鋭いものが私の中にずっこんで入ってきたら私持ちません。私人間です、あなたが見てはありません、あなたと交尾やってしまう、あああああああ、そんな思いっきり空中でズコーンって言ってね、ね、そんな突っ込まれたらね、ありがとう、ああ助けられてないよ、なんか来たね、なんか来たよ、なんか来たよ、なんか来たよ、ありがとう、助けて、助けて、おかげでさせ、ありがとうございますこんなところで私知ると思ってなかったよ、だってあいつがさ、シャソリンだから仕方がないじゃん、仕方がないってことだと僕は思います、うーわしゃい、ああ疲れた、疲れたわ、うん、ちょっと休憩ちょよく止めた、よく止めた、よくやった、よくやった、君には褒美をやろう、握りっぺってやつをただの嫌がらせじゃないですか、ね、さてさて、ここで水地でーはわー、この方ゆいと、ゆいただきますごめんちょい、ごめんちょい、ゆいとだよね、これね、ゆいととゆきなだけど、ゆきなって人はたまごっちらしいから、わっぱーわっぱー、この子わっぱがうるい、どうあれ気持ちいいか、んーねえ、君さっきよくも俺の体にね、あの入りきれないその針をね、ぶっ刺してくれたね、もう俺感じすぎて行っちゃったよ、いろんな意味で、ん、危ないな、もうで、このいびりだってさ、陽気がさ、おてんてんの先っぽに見えないよね、全然、めっちゃ見えるよね、これね、どう見てもおてんてん、あーあーあー、こうやって下ネタを言うとこうやってくる、もうバカ人がもう、あーあーあー、それでまた空中からもう勢いよく入れてきやがって、もうそんな私のお尻が持たないでしょ、まったく、もっと優しくソフトに入れてきなさい、まったくもう TKG みたいに、卵のように優しく優しく、私を包み込んでからゆっくりゆっくり奥の奥まで入れてきて、うん、急に上から勢いがズッコーンって出てきて、それ死ぬわボケこのバカチンガー、すき焼き、すき焼き食べたいな、すき焼き食べたいな、すき焼き食べ、すき、え、か、か、かんだ、か、かんだすいませんね、こんなんで、よろしくねもうさすがに初見の方いないだろうから、もういつも通りでいいよもういつも通りでいいよね食べるぜ、なにそれかっこいいんだけどマジで、それでは皆さんご一緒にいただき、おれいただきました、はい、おいしいです、みんな最高です、ありがとうございます、お前もテンテンじゃねえか、お前もテンテンじゃねえか、え、みんなテンテンじゃねえか、なんでみんなしてテンテン出して、なにもう変態じゃんお前ら、ね、お前ドッピードッピー出してんじゃねえ、俺、あ、行く行く行っちゃう、あ、当てる、あ、もう一回出る、当てる出る出る当てる出る、あ、すっごい出る、あ、もう止まれない止まれない止まれない、あ、すっごい止まれない、あ、これ止めたくない、あ、違うんですよ、お前そんな、お前そんなゲージカルピスの塊みたいなのもう飛ばしてくんじゃねえ、お前どんだけ溜まってんだよ何もかも下ネタに変換する、うん、それが僕です、裏方の仕事は分かりましたね。もうふんばりバリバリ。うん、でも4はダメだね。うん。一回落ちちゃったよ。しかもなんかトロフィーもらっちゃった。あるあす。あるやす。あざまる。うん。あざまる。うん。これ誰も言ってないと思うんだけど、うん。それそうだよね。自分で作ったやつだからね。うん。あざまるっつって。あ、ちょっとコーラ買ってきて。あ、買ってきたよ。うん。おー、あざまるっつって。あざまるって。可愛らしくない？らしくない？ん？ん？はい。はい。
ごめん。なんだ、いいの言っていいのですよね。ですよね。なんか話があったからね。なんだい、あー、榊ね。了解。ポチッと。ここだな。で、ここだな。おわたりー。キリンキリン。いやー、ごめんごめん。君が拾ってくれたのか。あ、そうだよ。助かったよ。まあね。もちろん中身は見ないでおいてくれたよね。何のことはない。若き日の思い出さ。そうだ、ちょうどいい。いやー、榊もね。実は君にお願いがあってね。手くってるね。とある荒紙のコアを入手してきてほしい。出張中の支部長に頼まれてる仕事なんだ。ほうほう。支部長や教官にはもちろん。おお、近っ。他のみんなにも。ちょっと待った。無用だよ。ちょっと。実は。ミントガム食いすぎて君超ミント臭い。同じようなお願いをしてるんだ。彼と二人で何とかしてほしい。スースーする。そういえば鼻が痛い。君はリーダーになったんだっけね。おめでとう。お、ありがとう。君はマーナガルム計画って聞いたことあるかな。うん。お世辞にもエレガントとは言い難い実験だった。大切な友人たちも失っちゃったしね。その負の遺産を残されたソーマは一人で背負っているのかもしれないんだ。私自身も彼からは恨まれても仕方ないことをしてきた一人さ。だから面倒くさいんだって。彼と仲良くしてやってくれ。あのスースーガム噛みすぎね。うん、1個でいいんだよ。一気に3つとか食うんじゃねえよ、まったく。ねえ、よし、さあでと行こうかな。いやでもあれだね、みんなよかったね。初の邪菌ができましてね。リザレクション初めての邪菌がね、このメンツですからね。いやー、おめでとうございます。ありがとうございます。おっとおっと、素晴らしいんじゃない、素晴らしい敵なんじゃない。まあこれやっておしまいかな。俺バジラ行くわ。誘いとかマジ無理。誘いマジ無理だから、無理だから、俺無理だから。誘いとかマジで無理だから、誘い頼むわ。あー疲れた。よいしょっと。あー、これはマジ楽だわ。あー、なんならスクショしてもいいぜ、自由に。うん、入ってきた人は何でも自由でいいんだよ。うん、どういう格好してもいいよ。俺がこうやって座ってる最中に、あのカメラの目の前でバンザイバンザイしてもいいんだぜ。うん、あの頃のユキさんみたいな。あー、いいよ、おっしゃっていいよ、おっしゃっていいよ。行く行く、あ、行くぞ行くぞ。あー、行く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 行っちゃ行っちゃっていいよ、行っちゃっていいよ、行っちゃって行っちゃって行っちゃって、ほら行っちゃって、そう行く。あてばかやろ、じらしじらしプレイじゃねえんだお前は。おい、さっさといかんかもかい。もうこの欲しがりめ。いや楽しいな。うん、これがゲームだもんね。いや素晴らしい。うん、やっぱ俺は今後もこうやってね、みんなと一緒に絡んで、楽しくやっていきたいと思います。ぜひぜひぜひ、やっぱ楽しいな。計算すると、ふふ、俺と同じこと言っているじゃねえか。両思い、まさかの両思い。うん、ぶっちゅうしようぜ。あの、ただのぶっちゅうじゃねえよ。ベロチューでベロチュー。あの、お食事中の方ごめんね。さあ、どっちがバジラだ。じゃあ、向こう二人行ったから、じゃあ俺こっちだな。よし、じゃあこっち青チームだよ。あっち赤チーム、こっち青チーム。さあ、どっちが早く倒せるか。さあ、どっちが早く倒せるか。タイムアタックしようじゃないか。向こうには聞こえて、おっしゃ、バジラだ、当たりだ、やったー、わーい、でーん。これは勝ったな、こっち勝ったな。負ける気がしないぜ。負けるぜ。おら、おら、おら。行くぜ、行くぜ。どっこいしょい。行くぜー。さあ、こっちへね。ふるー。手応え十分、おっぱい十分。えいえいえい、よっ、危ない危ない。あら、よっと。それはめんどくさいな。おいしょ、おいおい、よいしょ。はい、いいぜ。こっちの方が絶対早く倒してやるからな。おい、はい、おっと、わー、先進パク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 。あ、てかさ、あのみんなちょっと報告なんだけど、あの、まあ、もしっていうか、まあ確実なんだけど、あのデビルさんが復活するって言ったじゃん。で、そしたらさ、あのリスナーさん誰か、てか、まあいいや、
まあ、またあのタイムアタックやるんだけど、その時に2対2ってやりませんかね。うちはね、俺とデビルさんで手を組んで、で他の方は誰か2人か友達1人誘って、でタイムアタックしませんか。楽しそうじゃない、楽しそうじゃないこれね。めっちゃ楽しいと思うんだよね。ちょっとやらないかい、あのデビルさんが復活したらね、復活記念日ってことで、ちょっとそういうことしませんか。よければし、ま、いたしますけど。それではご一緒にいただきます。はーい、美味しいです。デビルス最高っす。オーライ、ほえー、たまごっち、それ何、美味しいわ。おっしゃ、セクシーパーティー、ワーウォーウォーリアー。あれこれちょっと後で変えよう。よいしょ、終わらせよう。よっしゃー、イエーイ。イエーイ。どうや、どっこら、ちょっとおい、サンキュー。じゃあ俺も渡すか。ごめんよ。Thank you, thank you very much! ってかそれ回復パネルじゃん、めっちゃ。ってかブースト回復パネルじゃんね、これ。ね。おー、ほぼ同時だね。素晴らしい。いいね。いい動画になってるよ。かっこいいね。ちょうど到着した時に死ぬって感じ。素晴らしい。それで皆さん、ご一緒に。いただきます。はい、おいしいです。スムロスサイコルスオーライ。いやー楽しいね。みんなこれチン、ほらチンコ出して、ほらほらチンチン、あチンキスしようぜ、チンチンでチューチューしようぜ、チンチンでチューチューしようぜね。ほらあっちゅあっちゅ、あビッグンビッグしてる、あビッグンビッグしてる。俺も行っちゃう、あ行くぞ行くぞ、あああドピュードピュードピュー、いったなんだこれ。今から取り掛かりますね。何がドッピーだよ。もう汚ねえ動画だな。わあ。でもみんなこういうのがいいんだろ。ね。こういうの待ってんだろ。別に待ってねえよってか。いやーね、でも楽しいわ。ね、下ネタ苦手な方もまあ、まあギリいけんじゃね。まあね、そんなことなんでね。皆さん今後もこうやって続けていきます。まあとりあえず今回はこの辺で終了したいと思います。はい。ぐるぐる回ります。さあ、経済量を一番最初にするのは誰だ？誰だ？経済量を一番最初にするのは？するのは俺だって今言わんばかりに手を挙げた。おー、さすが。ユイトでいいんだよね。ユイトでいいんだよね。あとでね、ユイトさん。ありがとうございます。てか、初出演？まさかの初出演？ユイト？ビクってすんねん。ビクってすんねん。はい、ゴー！なんでビクってした？なんでビクって？はい、ゴー！おー、ちょっと遅い。ちょっと遅いよ。まあいいよ。はい、はい、はい、からの？からの？からの？ここ難しい。いやー、はい。おい、はい！はい、オッケー！オッケー！初のリザレクションケイザイル。ありがとうございます！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 やめとこうか。このくだりはやめとこうか。このくだりはやめとこうか。ね、あの、今さ、あの、なんか猿のシンバル叩いてるバジンバジンってやつあるんだよ。あのぬいぐるみの。あれみたいな感じになってたわな。うん。お母さん俺の姿を見ていたら絶対泣くわ。絶対泣くわ。うん。まあね、そんなことなんでね。皆さん、これからもね、よろしくお願いいたします。ね、あと、ちゃんとね、毎週日曜日夜9時から部屋を建てています。部屋の名前は K の大冒険実況部屋となっております。この YouTube、あ、違う。はい、はい。YouTube で、と思ったよ。で、コードネームは、ほいほい。ほいほい。ほいほい。てか、初めて入る方は、初見でーすって言ってくれたら嬉しいな。うん。したら俺が、あー、マジかマジかーって、マドカマキかーって言ってな。マジかーってなるからね。うん。で、それは、またになりますけれども、この、ユキナってコードネームは、は
点点点たまごっちなので、そこのとこよろしくお願いいたしませんって言うと思ったよ。はーい了解ね。まさかたまごっちね、ほんといいセンスしてるよね。まさかね、入ってきた時にその黄色の枠に入ってくるってまたすごいよね。いや素晴らしい、さすが常連客、これ違うねほんとね。はい、というわけでね、皆さんこれからもどしどし自由に入ってきてください。じゃあ閉めます。閉め方別に分かんなくてもやんなくていいからね。分かる方はでいいから。じゃあ俺ここ、はい、いきます。この実況はケイト、ホモとユイトとたまごっちの実況でお送りいたしました。それでは次回もいただきます。